も皆さんこんにちは、クライムライフです。今日もね、タイトルとサムネにある通りめちゃめちゃきついダンベルの二頭筋トレーニングの動画作ってきたんでやっていきましょう。今回のトレーニングは10分間、結構今までの5分間とか4分間に比べたら長いんですけど、もっとがっつり追い込みたいという方の声があったので、今回はね10分間の、上腕二頭筋トレーニング動画を作りました。かなりね種目数多いんですけど、それだけいろんな刺激を入れられるので、皆さんぜひ最後までね頑張ってついてきてほしいです。1種目20秒で、種目と種目の間に10秒間ダンベルを挟んでいます。重量設定なんですけど、初心者の方は1キロ未満5キロ以下でやってほしいです。中級者は5キロから10キロの間、上級者は5以上で、やってください。僕はちなみに動画内で10キロでやってるんですけど、見てください。はい、そして途中ね、種目にインクラインアームカールとインクラインダンベルカールがあるんですけど、それはベンチである方はベンチでやってもらうのが一番いいんですけど、ない方も多いと思うんで、僕自身動画内壁を使って行ってます。で、やり方は背中を壁につけて、自分でね角度をつけてダンベルを動かす、自分で角度つけるっていう感じですね。これでインクライン系の種目は行ってください。フィーチャーカール、一番最後の種目にあるんですけど、それも壁にもたれかかって、この膝の上で肘を固定して、ちょっとね前傾姿勢になって胸筋を収縮します。特殊なのはそれぐらいで、あとはもう全部立ちで行えるんで、皆さんぜひ最後までねついてきてください。それでは種目の方に入っていきます。レッツゴー。
ー。